ちは、ママファイバースでございます。今日の道具はこちらの入れ物の整理をしたいと思います。整理というか、今日の動画1日捨ての1日1捨ての動画になります。よかったら最後まで見ててください。よろしくお願いします。で、今の時刻はまだ7時なんですけれども、朝の7時か7時半かと思うんですけど、私2階にいるんですよ。私たちの部屋にいるんですけれども、子供たちはまだ寝てます。で、クリクリもまだ寝てる間にこれをやりたいと思います。そしてこの時間でやるとエアコンをつけなくても、まだ涼しいっていうか、まあ涼しいではないけど、まあお昼でやるよりは全然暑くないので、今さっさとパパッとやりたいと思います。はい、そして見てみると中はこんな感じになってます。タオルとか、あとまあジーンズとか、本当にほんの少ししかないこれなんですけど、パパの作業服ですね。何年前か、5、6年前かと思うんですけど、これをね、処分します。今日は、はい、戻りました。はい、そういうことで、まあきっぱりとこれはまだ使えるので、これはパパのです。パパの大事なズボンなので、取っときます。で、タオルとかもね、ちょっと2つ取っときます。これもパパのズボンなので捨てないですね、処分しません。で、ここにあるいらないもの1、2、3、4、5、6、7、8、9個全部処分したいと思います。もう本当に嬉しいんです。やっぱりパパの許可を取って、捨てていいかどうかっていうのを聞いたので、いいよって言われたので、もうやっとと思いました。やっぱりね、自分のものじゃないので、やっぱり捨てたい気持ちはあるんですけど、処分したい気持ち、捨てたいじゃないですよね、処分したい気持ちはあるんですけど、自分のものじゃないので、やっぱり一旦本人に聞いてから処分した方がいいと思います、私にとってですね。で、私もね、2年前まではやっぱり片付けられないタイプだったんですよ。片付けられないでもあるし、あと捨てられない物を捨てられなかったんですよ。もう何もかもね、しまっちゃうタイプなんですよね、私は。だから押し入れの中はもう本当にもう物が溢れてて、それでやっぱりいろいろとちょっと学んでっていうか、インスタグラムを見たり、あとやっぱりそういう収納の方法とか整理方法とか、あとデクラトリングっていうんですけど、日本語でなんだっけ、ちょっとここに入れてきます。もう、いろいろとね、ちょっと見て勉強したっていうか、まあいろいろとね学んだんですけれども、やっぱり私みたいに面倒くさがり屋の人は物を少なくするといいと思います。整理も苦手な人は物を少なくするといいかなと思います、私にとって。私はね、そういうふうに少しずつ近づくようにやってきてるので、やっぱりもう試してるんですよね。もうやっぱりそうだなっていう、物が少ないとやっぱりお掃除も簡単ですし、片付けも簡単ですし、時間もね、無駄にしなくて済むので、やっぱり物の少なさの大事さを知るようになりました。やっぱおしゃれもおしゃれにしたいんですけど、一応家をおしゃれにしながら、物をね、うまく置いて、うまく買って、うまく作るっていうことをね、ちょっといろいろとね、まあ多分私もこれからだと思うんですけど、本当に全然まだまだ先なんですよね。やっぱり物はまだたくさんあるんですよ、家の中には。やっぱり捨てられない、処分したくない、捨てたくないっていう気持ちも、私じゃなくてやっぱり一緒に子供たちとかパパとかね、これ捨てないでとか、これ処分しないでとか、いろいろとやっぱりね、いろんな意見があるので、ちょっとねそれをね、うまく使ってお片付けしたり、物を処分したりしたいと思います。ちょっと何言ってんのかもう全然わかんない。まあとにかくこれをね、この入れ物の中に、この入ってるものを処分して、この入れ物をもっとね大事に使いたいと思います。やっぱりね、入れ物をねいっぱいあって、収納する場所もいっぱいあった方がいいっていう人もいるかと思うんですけど、なんか余計に収納するところが多いと、余計に物をね、どんどん溢れちゃうんですよね、うまく使わないと。収納、たくさん収納スペースがあった方がいいんですけど、そのどういうふうに収納するかっていうのわからないと、どん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 物が溢れていくと思います。なんでちょっと今はね、収納するスペースがね本当に少ないんですけど、それをうまく使って
収納したいと思います。なんでね、ちょっとね、これはね、もういらないので、これはもう捨てます。そんな感じです。でこれはあの玄関の前に置いて、そういう洋服とかいらないものとか、受け取ってくれる、あのそういうあの人がいるんですよ。トラックに乗ってる人なんですけど、だから、これを玄関に置くとそれ取ってくれるので、やっぱりゴミとかで普通のゴミに捨てるよりはちょっとね、そういうところに渡しといた方が他の人が使えるかなとか、リサイクルで出せるんじゃないかなと思って、そちらに出した方がいいかなと思います。なんでこれ、今日の一日捨てはこちらのものになります。はい、一日一捨ては、火曜日と金曜日、燃えるゴミに合わせて、これから動画で毎週やっていきたいと思います。もう毎週は、一日捨て毎週じゃ、そんなにあるかっていうぐらいか、ちょっと今考え中なんですけど、まあ、ある時は必ず動画を撮りたいと思います。はい、そんな感じでこちらの入れ物も空になったので、何かで、うまく使って、収納したいと思います。今日の動画も、ここで終わりにしたいと思います。最後まで見ててくれた方ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いします。バイ。